皆さんこんにちは。今回の暮らしの安全情報は消防士の仕事についてご紹介します。宇和龍之介、20歳です。高校卒業後、平成31年4月に松阪消防に入りました。消防士はまず鈴鹿市にある三重県消防学校に入校します。そこで基本的な知識と技術、精神力を8ヶ月間の寮生活で学びます。12月に消防学校を卒業し、松阪中消防署に勤務。現在4ヶ月が経ちました。ここからはそんな私のある一日をご覧ください。消防士の一日は交代から始まります。前日の勤務者と当日の勤務者が交代を行い、その後車両と資機材の点検を行います。資機材とは救助活動の時に使う機材のことです。そのため自分が出動する車両の資機材が正常に作動するかを点検し、緊急出動に備えます。業務のほとんどの時間は出動です。救急車を2台配備している松阪中消防署では1日平均13件の救急出動があります。また火災や交通事故があれば防火衣を着て消防車で出動します。出動の合間を見つけて訓練をします。この日は建物の2階で火災が発生したという想定で3連はしごを使って侵入し、消火を行う訓練を実施しました。このはしごは長さが 8.7 メートルあり、2階建ての建物などが火災で屋内の階段が使用できないときに使用します。チタン製で軽く強度があるので人命救助活動に有効な道具です。消防士の基礎は強靭な体力です。体力訓練を行うときは勤務者全員で行います。この日は懸垂、腹筋、腕立て伏せを繰り返し行いました。まだまだ先輩隊員には及びませんが、温かい指導のもと体力づくりに励んでいます。ここまで出動、訓練の様子をご覧いただきましたが、消防士の仕事は他にもたくさんあります。管内の事業所や小中学校などで実施する消防訓練、事業所へ立ち入り検査し消防用設備が設置されているか、維持管理されているかなどの確認を行う予防査察などがあります。子どもの時に事故現場で活動する救助隊を見たことがきっかけです。命の危機が迫っている人をいち早く救出し、他の隊と連携して命をつなぐ、そんな仕事に憧れを抱きました。松阪地区広域消防組合を選んだ理由は地元であることが一番大きな理由です。中学生の時に松阪消防で消防士の職場体験をしたことがあって、そこでの経験も消防士になりたいと思った決め手の一つです。学ぶことが多く日々勉強の毎日ですが、やりがいのある仕事です。特に火災現場で被害を最小限に抑えることができた時や、救急現場で傷病者の容態を悪化させずに病院搬送ができた時、傷病者からお礼の言葉をかけられた時は嬉しいですね。救助隊に憧れて消防の職業を選んだので、救助隊として活躍して事故や火災で被害に遭った傷病者をいち早く助け、家族のもとへ必ず返すことができる消防士になりたいです。さまざまな業務に対して全力で取り組んで日々努力していきます。消防士の仕事はいかがでしたか？危険な現場で活動することもありますが、消防士一人一人がやりがいと高い志を持って頑張っています。引き続き消防へのご理解とご協力をお願いします。